ジーンカルロスボスカンは、ベネズエラのスリア州マラカイバ出身のプロ野球選手。現在は、MLB のカンザスシティロイヤルズ参加トリプル A 級、オマハストームチェイサーズに所属している。1996年7月2日に、契約を結び、プロ入りを果たした。1997年は、サンカルウキー級、ガルフコーストリーグブレーブスでプレーした。同年は、 36試合に出場し、打率202、1本塁打、12打点、21一安打を記録した。1998年は、参加ルーキー級ダンビルブレイブスでプレーした。同年は、51試合に出場し、打率218、4本塁打二24打点、37七安打を記録した。1999年は、参加 A 級マコンブレイブスでプレーした。同年は、 105試合に出場し、打率226,4本塁打、38打点、83安打を記録した。2000年も参加 A 級マコンでプレーした。同年は93試合に出場し、打率205、9本塁打、35打点、62安打を記録した。2001年は参加ルーキー級、ガルフコースと参加 A 級マコン、 参加 A 級マートルビーチペリカンズでプレーした。参加ルーキー級ガルフコーストでは8試合に出場し、打率333、0本塁打、6打点、10アンダを記録した。参加 A 級マコンでは35試合に出場し、打率282、4本塁打、22打点、35アンダを記録した。3加 A 級マートルビーチでは、 18試合に出場し、打率167、0本塁打、6打点、9アンダーを記録した。2002年は、3回 A 級マートルビーチ、3回 AA 級グリーンビルブレーブス、トリプル a 級リッチモンドブレーブスでプレーした。3回 A 級マートルビーチでは、86試合に出場し、打率217、2本塁打、27打点、60アンダーを記録した。 参加 AA 級グリーンビルでは10試合に出場し、打率259、1本塁打、3打点、7安打を記録した。参加 AA 級リッチモンドでは2試合に出場した。2003年も参加 A 級マートルビーチ、参加 AA 級グリーンビル、参加 AA 級リッチモンドでプレーした。参加 A 級マートルビーチでは28試合に出場し、 打率207,1本塁打、11打点、18アンダを記録した。参加 AA、A、級、グリーンビルでは41試合に出場し、打率185,2本塁打、15打点、24アンダを記録した。参加 AA、A、級、リッチモンドでは3試合に出場した。2004年は参加 AA、A、級、グリーンビル、参加 AA、A、級、リッチモンドでプレーした。 参加 AA 級グリーンビルでは53試合に出場し打率2211本塁打15打点36アンダを記録した参加 AA、A、級リッチモンドでは21試合に出場し打率3110本塁打6打点19アンダを記録した2005年は参加 AA、A、級リッチモンドでプレーした同年は 72試合に出場し、打率222,3本塁打、20打点、47安打を記録した。2006年は、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。同年は、3加 A 級ハンツビルスターズと、3加トリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーした。3加 A 級ハンツビルでは、43試合に出場し、打率194,0本塁打、14打点、 24アンダを記録した。参加トリプル A 級ナッシュビルでは2試合に出場した。2007年は新シ,シナキレッツへ移籍した。同年は参加 AA 級チャタヌーガルックアウツと参加トリプル A 級ルイビルバッツでプレーした。参加 AA 級チャタヌーガでは30試合に出場し、打率198、一本塁打九打点、十七安打を記録した。 参加トリプル a 級、ルイビルでは八試合に出場した。二千八年はフルスアトランタブレーブスへ復帰した。同年は参加 AA 級ミシシッピブレーブスでプレーした。七十九試合に出場し、打率二百三十五二本塁打、二十九打点、六十安打を記録した。二千九年は参加 AA 級ミシシッピと参加ル a 級グーインネットブレーブスでプレーした。 参加 AA 級ミッシシッピでは73試合に出場し打率260で本類打30打点65アンダを記録した参加 AA、A、級グーイネットでは13試合に出場し打率250で本類打2打点11アンダを記録したオフの12月18日にマイナー契約で再契約を結び スプリングトレーニングに招待選手として参加することが発表された。2010年4月3日に参加トリプル A 級グーイネットへ配属された。同年は66試合に出場し、打率250、5本類が21打点、55安打を記録した。9月1日にメジャー契約を結びメジャーに初昇格した。10月1日にメジャーデビューを果たした。同年は メジャーではこの1試合のみの出場だった。10月7日にマイナーへ降格させられ10月20日に参加ル a 級グーイネットへ配属された。オフの11月29日にマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することが発表された。2011年4月8日にメジャー契約を結びメジャーに昇格した。 4月16日に参加トリプル A 級グーイネットへ降格した。7月27日にメジャーに再昇格した。8月16日に参加トリプル A 級グーイネットへ再降格した。9月1日にメジャーに再昇格した。最終的に参加トリプル A 級グーイネットでは61試合に出場し、打率182、0本塁打、8打点。 37アンダを記録した。MLB では4試合に出場した。オフの11月1日に参加ル a 級グーイネットへ降格した。11月22日にマイナー契約で再契約を結び、スプリングトレーニングには招待選手として参加することが発表された。二千十二年四月二日に参加ル a 級グーイネットへ配属された。月日に メジャー契約を結びメジャーに昇格した。6月10日に参加トリプル a 級グーイネットへ降格した。7月13日にメジャーに再昇格した。7月14日に参加トリプル a 級グーイネットへ再降格した。8月31日にメジャーに再昇格した。最終的に参加トリプル a 級グーイネットで70試合に出場し、 打率189,3本塁打、23打点、42安打を記録した。MLB では6試合に出場した。オフの11月1日に40人枠外となり、フリーエージェントとなった。2012年11月14日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2013年は開幕をトリプル a 級アイオワカブスで迎えた。8月8日に、 メジャー契約を結びメジャーに昇格した。8月10日に参加ル a 級アヨアへ降格した。9月3日にメジャーに再昇格した。最終的に参加ル a 級アヨアでは74試合に出場し、打率232、0本類打18打点、54安打を記録した。MLB では6試合に出場した。オフの10月9日に、 参加トリプル a 級アヨアへ降格した。10月10日に FA となった。2013年11月8日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングには招待選手として参加することとなった。11月15日に参加トリプル a 級アルバカーキアイソトープスへ配属された。2014年4月3日に参加 A 級チャタヌーガへ降格した。 同年は52試合に出場し、打率168、1本塁打、7打点、22安打を記録した。2015年1月26日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングには、招待選手として参加することが発表された。同年は、参加トリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーした。試合に出場し、打率 1>, 1本類だ、11打点、25五安打を記録した。ありがとうございます。